ビューン、はじま急所です。挨拶なんてね、別にしなくていいんだよ。3分7秒のやつか、これ捨てるって言い方がかわいそうだけど、あの、なんかメガネの反射めちゃくちゃ映ってて、俺が作ったチャーハンめっちゃうまかった。汚いセロテープ、汚いもののセロテープ。さっき食った、お腹いっぱいで食えなかったから残してやって食ったけど、バカうめ。あとはネギだな。ネギが冷凍ネギだからよくない。適当だな。もっとこだわりてえな。こじきのルンペン、こじきルンペン、こじきのルンペン、こじきだよ、こじき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 のルンペンペン、こじきの、やめよう、やめます。お腹痛い、喋ることねえんだよな。そのさっきさ、動画やめるかそろそろって思ったら充電が 1% だった。うん、俺やっぱ運がいいな。あれで切れてたらデータ全部吹っ飛んでたかもしれない。ツイートした瞬間に一人フォロワー減ったんだが。おもろすぎる。誰だよ、外したの。そんなに怒ること。普通のツイートしたらなんかダメっぽい。だからもう、キチガイみたいなツイートしなきゃいけないし、嫌だよ、別に。キチガイは動画だけで頭痛い。寝てないからだ、絶対。なんでも寝りゃ治るから。あー、じゃあ寝よう。ちょっとさすがに頭痛いのは怖いので、寝ます。あー、喋りたかったけどね。すごい、言い訳にして逃げる人みたい。いや、本当に怖いから。寝ます。あ、そうだ。目つぶりながらやれよ、よかったんだ。怖っ。もうそれで、おい、逃げんのかよって言われるのが嫌だから、まあ、誰も言う人いないけど、これでめっちゃ暗くしてやろう。どう？暗くしたら。暗っ！これで一番明るい。これでも結構暗いね。いいじゃん。目つぶりながら雑談するとめっちゃ雑談できんの。やっぱ目つぶってるだけでも人ってなんか睡眠の、普通の睡眠の8割くらいの質は保証されてるらしいね。目つぶるだけでやっぱ視覚の情報で脳みそもやっぱり休めるし、視覚も見るも休める、目も休めるし、やっぱ脳みそも休めるわけ。やっぱ視覚の情報ってとんでもないかららしいな。視覚情報をシャットアウトできるっていうのはでかい。まあ暗くすればより、いいんだろうけど、もう目つぶるだけでいい。うん、でもそしたら俺がめちゃくちゃなんかこの瞬間だけ乳首はめちゃくちゃ細く長くなってても俺は分かんないの。それは残念。うん、何が起きてるかは分からない。だから多分脇も見えてるかもしれない。痛い。ああ、でも目つぶってるのが、やんのが一番いいわ。まあ、さっき自分で作ったチャーハンめっちゃうまくなってきてる。俺やっぱ料理うまいな。俺って料理うまいんだな。あと何あげようかな。チーユとネギでチーユネギ油作って、チーユネギ油をごま油の代わりに入れて、でそれで風味が悪かったらなんかごま油また入れちゃって、でそこで焼くときにラードで焼いたら最強になったりする。でも鶏と豚だぞ。あんま美味しくなそうだな。目つぶって喋んのちょっと不安があるな。開けちゃいました。うわ、久しぶりに目開けの最高。よくわかりませんけど、うん、すごい、お、見るって気持ちいいなって思っちゃった、うん、目を使うの気持ちいいなって思っちゃった。はい。くっついちまった。笑うな、そんなもんで。うん、厳しいね。水滴が垂れるぞ。垂れ尽くす前に俺を戻せよ、麦茶。ここに乗せればいいんだよ、バーカ。さっきのところと同じところに戻す必要はない。
なんなら立っちゃえばいいって思ったけど、パンツなんだよな俺、別に、うん、別にいいけどみたいなこと言うの別にかな。違う、今何時、あーもう8時17分、バカみてえに喋ってるら、普通の部です。え、俺もうどれぐらい喋ってる、今充電してるから結構だけどさ、うん、うん、すごいね、あ、もう、あーすごい、あ、もう2時間ぐらい喋ってる30分30分で60分でしょ、で72分、72分と、じゃ76分、76分に24分、25分、74分、74分、24分、100分か、100分、100で100分で1分で101分、101分で144分、もう2時間以上喋ってます、うん、喋っちゃうね。やっぱ風呂入れ最強よ。人は喋れる。風呂入れば。だからなんか落ちてきたなって思ったら風呂入ればいいんだよ、また。もうそれで俺1日16時間喋れるわ。何かあるたびに風呂入ればいい。いやー、でもさ、おっきい風呂って憧れるよね。やっぱり俺温泉ってお風呂の水だけじゃなくて、そもそもあの広さにあると思うんだよ。風呂の広さ。うん。一軒家にするとトラブルもあるんだろうけどね。あんま、まあ、やめとくわ。うん。言うのはやめとこう。そういう、それはちょっと違う。で、でかい風呂欲しいね。やっぱ、でかい風呂に、でかい冷蔵庫に。ねえ。トイレに、ちゃんとめちゃくちゃ最先端の最高のトイレと、暖房ね。トイレ。トイレの暖房。トイレ室の暖房。トイレ室って。暖房っていいよね。俺の家はありませんけど。それはつけた方がいいと思う。すごいお腹痛い時とか地獄だもん、寒くて。うん。今もお腹痛いよ。お腹痛い話したらお腹痛くなっちまった。喋んなきゃいけないのに、これ多分病気だな。まあ、寝なきゃな。ちょっと、寝ようかな。まあ、あともうちょっと喋ってからってプツンってこと切れたらどうしよう。ということでね、寝ます。体を気にしてっていうか死にたくないので、いつどこで人間死ぬかわかんないよね。音楽流しながら寝ます。もっと喋る、2時間喋ってるしね、本当はもっと喋りたいけど、まあいいかな、うん、これぐらいで許しといたるわね。意味は分かりませんが、ちょっともうあと早く急速充電欲しいな。別に頼んでないけど、うん、頼まなきゃな。金が入ったら頼む。俺は、無事にお小遣いがもらえたら20世紀少年を買います。漫画版はめちゃくちゃ欲しい。なのでここにある7つの大罪全部ぶっ飛ばす。投げちゃうもんね。うん。それは違う。物は大事に扱おう。ということで、ありがとうございました。じゃあねー。